XM148 グレネードランチャーは、コルト社が実験的に開発した、合計 40mm のグレネードランチャーである。社内名称は、CGL-4、ベトナム戦争での実地試験のために生産された。XM148 を装着した AR、AR-15XM148、不祥銃を構えるアメリカ兵1963年5月、アメリカ陸軍は、 AR-15 小銃に取り付ける重心、吊り下げ式的弾銃の開発に着手した。これは、1951年から研究が継続されていた、スペシャルパーパスインディビジュアルウェポン計画の影響を受けたものである。コルト社の他に、報道社やアーイコーポレーションなどが開発に参加し、1964年5月には、コルト製 CGL-4 が発表された。 CGL-4 は、カール・ルイス・ギッシュとロバート・イーロイ・ギッシュがわずか48日間で設計したと言われている。なお、この時点で、愛車の設計案は高く評価されていたものの、口径を 40X46mm 的弾に適用させることができず、運用中の M79 グレネードランチャーとの弾薬共有が行えないと判断されたために脱落している。 筒状の発射器の後部下側には、スライドカバー兼用の小型グリップが設けられている。発射器の後端には、コッキングレバー、安全装置、M16 の引き金付近まで伸びたトリガーがある。XM148 を M16 へ取り付けると、M16 の前方スイベルリングが使えなくなるため、XM148 の全部右側面に、代わりのスイベルリングが用意されている。 固定解除ボタンを押しながら、小型グリップを前へ押すと、カバーが動き、発射機の薬室が開かれる。敵弾を薬室へ挿入して、カバーを再び閉じ、コッキングレバーを引くと発射準備が整う。安全装置を解除し、発射機左上に取り付けられた4分儀式、アイアンサイトで照準し、トリガーを引くと敵弾が発射される。1965年3月。 CGL-4 マイナスの試験運用が決定し、30兆分の契約が結ばれた耐久性の問題が指摘されていたにもかかわらず、1966年1月には、さらに1500兆が仮名小 XM148 として新たに調達された。ただし、生産力の問題や小準期の欠陥などのために調達は遅れ、実践試験用の1764兆が初めて、 ベトナムの戦場に到着したのは1966年12月になってからだった。当初はテント面の射撃を共に行える戦術的優位性が高く評価され、ネイビーシールズやオーストラリア SAS といった特殊部隊の隊員に愛用された。一方で深刻な問題点も多数指摘された。小純期は極めて複雑かつかるため、ジャングルを軍中に草木が絡まりやすく、 制度も、信頼のおけるものではなかった。やはり角に複雑な引き金も分解整備が難しく、草木が絡まることで暴発する恐れが指摘された。その他、コッキングに非常に強い力が必要な点や着検、不可能な点が問題点として指摘され、最終的には複雑かつ脆弱で、実践には適さないと判断された。 陸軍が XM148 の採用を断念した時点で、コルト社は27,400丁の XM148 を製造しており、その大部分がベトナムに送られていた。1967年夏、陸軍は新たなグレネードランチャーの開発を行う、グレネードランチャーアタッチメントデベロップメント計画に着手した。この際にも多数のメーカーが設計に参加し、 コルト社からは、XM148 を改良した CGL-5 が提案された。しかし、陸軍が高く評価したのは、RI 社が提出したモデルだった。これは、かつて CGL-4 に破れたモデルを再設計したもので、1968年8月には、XM203 として試験採用されることとなった。ありがとうございます。